礼します。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ほとんど毎朝お二人とアナウンス室でお会いしているので、今日は大船に乗ったつもり、どっちの船に乗ろうかなっていうくらい心に余裕ができますね、あの大先輩だと。例えて言うなら伊藤さんの方が船は大きいけど、落とし穴も多いで、俺の船は小さいけどかなり硬いです。堅実です。あの伊藤さんという人のキャラをみんなどう思ってるか知らないと思うんですけど、あの人ね、あの全ての本音をギャグで包み隠してしまう人なんですよ。伊藤さんの本音がどっかで聞けるといいなみたいな。ただまあどこから面白いことを言おうとするか、そこをどう食い止めるかっていうのが今日僕の使命。真面目にいきましょうと。朝だって井上なんて本当に、まあ後で言いますけどね、おはようございますって言ったらもうあとバンバンってしてますから、なんだよっていうことですよ。で西岡がまた若作りだからね、その辺もちょっとね期待ですよ僕としては。この定談企画はたくさん、あのまあこのね、あの動画は配信されてるみたいですけどね、あのかつてない編集点の多さ、お約束します。早速なんですけど、はい、伊藤アナと西岡アナと井上アナでは、まあ、年次が20年くらい離れていますが、これまでこうして話す機会っていうのはありましたか？うん、3人ではないです。いや、まあ、まず3人はないでしょ、で飲みにも行かないでしょ、うん、で西岡は、僕と3期違いで、3期違いだよな、2期違い、3個下です、3期違いで、はい、あの一緒のスポーツの種目を担当している時期も長くて、なおかつものすごい愚痴りたがり屋さんだからあ当時ね、当時伊藤さん聞いてくださいよっていうのでまあまあよく行ったよね。行きました行きました。まあまあよく行って、そうなんですか。そう、伊藤さん聞いてくださいよ。だ当時ね、一番悩んでる時期なのよ。何歳くらいだったんですか？あのだから俺が4年目とかの時って、うん、要は伊藤さんが7年目とかでしょ、うん、で森さんが同期なわけ、うん、で森さんと俺が同期、森さんと伊藤さんが同期だから、うん、だからそこはもうある程度もう仕事ができて、うん、ゴールデンでもバシバシもう喋ってるっていう中で、自分がまだそこには行けないっていう時期があったから、うん、やっぱその話をすごく伊藤さん聞いてほしくて、うん、もっと自分はどうしたらいいですかとか、うん、で俺はなんか心に残るアドバイスを何か残してる？あーとね、ちょっと待ってね、うんうん、ごめん、俺の引き出しから出てこないな。ちょっと待ってね。俺も言ったあんまり記憶がない。びっくりした。俺今すっごい勢い泣けたんだけど、全然出てこない。全然一個も浮かんなくて、ね、防虫剤みたいなもんだから、あの気づいたらもうなくなっちゃってたのかな。なくなっちゃってたのかな。なんかね、ひたすら楽しかったの。普通に。そう。だから西岡とはそんな感じなんですけど、朝その僕もまあまあ早く今行ってるんですけど、あの8時過ぎに目覚ましテレビを終えた井上がこう来るわけよ。で西岡はもう行っちゃってるわけ、はい、目覚まし8に、うん、そうですね、で僕はなんか新聞読んでるんですよ、大体アナウンス室で朝ね、それぐらい。そうすると帰ってくるわけ、順番に。で井上はさ、何なの、あの天性のなんていうのかな、何ですか、天性のなんかアイドル的動きをする。あはあ、ちょっと嫌なんですけど、画面に映ってなくてもってことな、ほんとほんと、嘘だ。いや、ほんとそう思う。いや、俺も、違う、俺さ、目覚ましのチームはさ、みんな挨拶してくれて、はい、で、なんか、俺もなんか時々、まあ、まあ、いつものことだからと思って、邪険にする感じで悪いなと思うんだけど、まあ、それもキャラとして許してほしいんだけど、はいはい、遅れて井上が後から来るわけよ。さあ、井上は、おはようございます。知ってない。これですよ。ニャンニャンポーズ。するわけないじゃないですか。ほんと？で、でもね、俺されたことないから、あれ人を選んでんだと思う。あ、ちょっと待って。違うんですよ。俺らにニャンニャン対象者なの？違います、違うんです。ちょっと言い訳が、言い訳っていうかしてないんですけど、してないんですけど、そう取られたかなっていうのが、あの伊藤さんで気づいてくれないんですよ。おはようございますって言っても、ひげ剃ってるか、ひげ剃りながらこう新聞読んでるんです。もう多分それ以外こう、シャットダウンしてますよね。
シャットダウンしてるというか、やっぱりナフサが値上がっていることに多分集中してんだろうね。だからちょっとこう近づいて、うん、おはようございますって言っても聞こえないんです。でもだからひげ剃ってるもんな。ひげ剃ってるんです。だから特に音で聞こえてないんで、うん、動きつけないと気づいてくれないんですよ。で、どんな感じになるの？おはようございます。やってるでしょ。ちょっとやってる。やってるでしょ。ね。ちょっとやってる。それで俺はスマイルをチャージしてます。やめてください。それ言いたかったんだな、きっと。いやでも井上は例えばその時に、はい、伊藤さんちょっと聞いてくださいみたいな、はい、今日ちょっとこんなことがあって、はい、なんかアドバイスくださいみたいな感じにはならないの？伊藤さんには。いや、それは伊藤さんにもらえたら嬉しいですけど、うん、嘘だろ。本当ですよ。求められてないのも、だっていつもおはようございます。えって言って、こうやってさ、こうやって、はい、どうおはようございます、コンビニ行きます。目覚ましチーム知ってる、みんなコンビニ行くの。コンビニ行くの？コンビニ行くので、今日行きます行きます、お腹がちょうどすくので行きません、行きますとかって言うんだけど、おはようございます、え、行きます、コンビニ。なるほど、求めてないの。確かにね、そうなってる。伊藤さんには求めてない。求めてない。これは求めてない。伊藤さんに、伊藤さん聞いてくださいって言う。天性だね。なんだかな、やられちまうな。やられちまうよ。え、でもさ、言ったら、え、何年目？4年目です。4年目、うん、24年目24年目、27年目じゃない？じゃ4年目の人から見てさ、24年目、27年目ってさ、まず7年目って言えてない俺もいるんだけど、どう映ってんの？ああ、さ、確かに。え、もう大先輩って感じ。だからあんまり話しかけられないと思ってました。え、でも結構ここの方は大丈夫じゃん。俺は大丈夫じゃん。あの、西岡さんは共通の趣味がありまして、うん、そうなんですよ。え、何？え、そうなの？いやいや、ちょっと待って、え、井上も、はい、何？足の親指の爪の匂いを嗅ぐ趣味があるの？何ですかそれ、そうなんですか、西岡さん。ないよ、ないよ。その趣味じゃないの？その趣味じゃないのか。もうね、編集を前提にしたボケやめてください。本当に。え、そんな趣味かなと思って。もう頭の中でみんな今考えてるから、ここは一回切ろうってなってます。え、まあまあ面白かったよ、今の。足の親指の爪の下り。え、何の趣味？趣味っていうかね、まあちょっと恋愛リアリティショーみたいな興味があって、そうで、恋愛リアリティショーをあれってだから配信されて、例えば何曜日に配信されて次の日の朝とかってあるじゃないですか。で、最近はちょっとなかったんだけどね。そういうのがだから何曜日が終わると井上見て、おはようみたいな感じで、おはようってなって見たみたいな。ありえないです。ありえないよね。ありえない、ありえない。許せないとか、俺も夜中に一人で声上げちゃったみたいな。でも申し訳ないですけど、すごくそのキャラが多分若手の女性アナには伝わっていて、ほとんど若手の女性アナが僕に話しかけてくるのって恋愛リアリティショーのことなんです。あ、なるほど。西岡さん聞いてください、あのことなのみたいな感じで。も西岡が見てるっていうことは分かってるし、はい、何なのそれは。西岡なんだね、若い女子アナと仲良くなるためにそれは見てるわけ。いや、うちは妻がすごく好きで一緒に見るから。妻ね、可愛いんだよ。いやいや、それ絡みでうちに遊び来たことなんですよ。あら、そのリアリティショーを西岡さんのお家で奥様の手料理と一緒に見るっていう、うん、コロナ前ですけどね。ね、やりました。コロナ前にやりましたね。ねえ、ごめんごめん、それで何の話？いやいや、まあ、だからなんか、だからまあまあ、ここは結構フランクにお話できます。だから24年目と4年目っていうほどの距離感はないけど、27年目と4年目の距離感は俺から見るとすごく大きく見えるなっていうこと。上司って感じです。うん、しょうがないな。それはしょうがない。なんか査定されてんじゃないかなとか思っちゃう。伊藤さんね、結構ね、アナウンス室いるとき近寄りがたいよ。まあだから変な話、山崎より下、まあ長島いるけど、まあ本当にね、限られている人としか喋らないのね、あんまり機会がなくて。そう。で、山崎がさ、怖がられてますよ、怖いにって、すごい嫌な感じで言ってくるわけよ。俺ね、山崎にそれ言われた時もね、若干ショックだったわけ。あ、だって、いや、ただ確かにあんまり他人に興味はない。うん、ね、うん、間違いない、ごめん。それはもう本当、他人に全く興味ない。うん、でも年取ってきたらしょうがなくない？だって西岡だってそのリアリティショーがなかったらさ、うん、まあまあそんな感じだぜ。まあまあそれはあるかもしれない。あとスポーツではそうかもしれない。ちょっと話しかけにくいっていうのはあるかもしれないけど、俺はリアリティショーっていう鉱脈を見つけて、ちゃんとコミュニケーションが取れるようになった。コミュニケーション。そう、そうね。で、その中、うん、その流れの中で長島から勧められたリアリティショーを見たりして、うん、長島良かったよという話から結構コミュニケーション取れたりはしている。
だ伊藤さんも見た方がいいですよ、リアリティショー。そうか、難しいな。なるほど ね。これ今結構普遍的なテーマですよ、モデルプレスさん。ここすごい普遍的なテーマ。つまりさ、うん、こうね、パワハラだなんだとかっていろいろ言われるじゃない。でも何もしなくても良くないわけじゃん。だから、うん、コミュニケーションは取った方がいい、うん、ね。でもなんか怒ってばっかりみたいなのはハラスメントっていうところもあって、うん、じゃあこのおっさん世代は、うん、この井上世代とどう触れ合うのが正解なのかっていう、うん、このテーマ。それは井上がどう思ってるかじゃない。どうだから、お疲れじゃーん今日も良かったよっていう感じなのか、それともあとはあそこでさ、ああいう言い方はないと思うっていうのをさ、例えばダメ出しをするとかさ、うん、必要なのかもしれないけど。でも私特になんか今のままでそうだろ、はい、だからにゃんって言ったらニコッとして、あとずっとひげ剃ってるのも。ニコッてしてないですけどね。え、嘘。あ、って感じですよ。以上が第一問の答えですけど。そうなんですよ。今ね、質問ね、今までワンキューしかない。以上が第一問。そんなことあります？俺もごめんなさい、気になっちゃった俺途中から。ごめんなさい、止まらない。うん、でもね、俺のせいじゃなくて、もう先輩がね。本当言って、もうちょっと入ってもらっていいから、なんなら。ちょっともういいですっていうの入ってもらった方がいいから。これ、はい、こんなに長いワンキュー初めてだと思って。そうそうそう、暗くなっちゃったもん。10月からで、4月からって新しい番組やられてて、でも西岡も4月から、うん、4月しかもスポーツから一気にこう情報キャスターで、なんかね、4月の時は月曜日の火曜日の月火の空いてる時というか、なんか必要な時に呼ぶっていう感じだったんですよ。だからスポーツと兼任してて、あの水木金でちょっとネタがハマる時呼んでもいいですかみたいな感じになって、まあ、それはもちろん嬉しいです、ありがとうございますって話したら、ちょっとずつ増えて、気づいたら月金になっていてみたいな感じになって、あの情報担当でいうと伊藤さんが一応その情報担当アナウンサーの傘のトップにいるわけですね、その一応ね。そう、そう入れ込んでくる。やっぱさ、5秒でこれできるのすごいね。そっか、そういうことですよね。今でだってやめろ。できないもん。2秒あればできるんだ。できる。こういうことだ。2秒あればできる。あれ、情報に入っちゃったの初めてじゃないとかって思って。ちょっと不思議な。いや、私たちも新鮮です。西岡さんってスポーツの人。だよね。そうそう、これからそれは変わらないと勝手に思っていたので、うん、なんか西岡さんが。情報でこれ どうですか、僕の情報。あの前から思ってることを真面目に言うと、結局スポーツ、バラエティ、報道、情報、まあドラマは唯一俺たちはあんまりやんないけど、まあさ、その制作4部門の仕事で局アナとしてアプローチする上においては、もうね、基本的に同じ、もう同じ、もう絶対そう思う。だからそこ変な垣根を思わない方がいいし、だから本当にあのおっさんで、だから何か発言を求められると必ず言ってるのは、もういろんな仕事を若いやつはやった方がいいですって言ってて、現場が欲しいって言ってるやつはやらせろっていうのだけ一生懸命言ってる。だけどまあ労務の問題もあるし、そこは難しいんだけど、でも絶対自分のキャリアに置き換えたら、もう本当いろんな仕事やった方がいい。やらせてほしいってみんな思ってると思います。そうだよね。そうだよね。そこは貪欲な方がいいよ、絶対。そうですね。うん、だから僕思うに、あの例えて言うとですよ、あのスポーツ実況アナウンサーって、例えばやってる競技がサッカーとかなんですよ、その自分の感覚で、ね、うん、で、アスリートっていう意味でみんな多分入ってきて、で例えばスポーツ実況っていうのはサッカーです。でサッカーというのは何が求められるかっていうと、運動量が求められるから常に走ってなきゃいけない。で情報番組は野球ですと。で情報番組に関しては、実はちょっとあの走んなくてもいいから、ここだけちょっとホームラン打ってくんないみたいな人が必要なわけよ。だからなんか役割が違うっていうか、なんかやってる競技が違う感じがしていて、で報道はマラソン、常にずっとハイペースで走り続けられる人が必要みたいな。でバラエティはテニス、テニス、うん、なんか瞬発で一発だけいいクロスを返せば、なんかこうそれで評価されるみたいな。今まではサッカーだったから、なんか常に動いて常にパスを回してればいいんだっていう印象だったんだけど、初めて、あ、自分のキャラというか何か強みみたいなのを探さなきゃいけないんだなって。100万円っていう意味ではね、その今おっさんになってきたから、それはそういうとこはあるのかもしれない。まあ、俺もちょっとあの一般論的なニュアンスで、アナウンサーの全部やるみたいな、スキルとしては多分一緒じゃないかなっていうか、あんまりスポーツバラエティで唯一、まあバラエティだけはすごい感覚的なところがあるから、まあ
あの苦手な人もいるかもしれないなと思うけど、うん、スポーツ報道情報に関してはある程度の蓄積と努力で、うん、あの補い合えるところもあるかなっていう感じかな、うんうん、真面目に言ったら。だってね、西岡は例えばさ、じゃあ久々に情報にやり、はい、みたいな形でね、今やりましたとか言うけどさ、じゃあさ、なんか火事が起きましたとか、あるいはこの飛行機の中にハイジャック犯がいますって言って映ってるのは飛行機の先端だけの映像でもさ、まあそんな困んねえだろ。困ると思うだって先端しか映ってないでしょ。腰折られた腰折られ話の腰折られいやいや、そうまあまあね、そうなのよ、うん、スポーツ実況をされてる方って絵ときとか、あの時間永遠と喋れるんだなっていうのは思います。あれね、だから絵ときの時にどっか一点を集中しちゃうからダメなんだよ。ほう、ちょっと教えてくれるのコツ、うん、教えてください。教えて教えて、学ぶ学ぶ。どっか一点にこう集中するんじゃなくて、今自分が一点見てんなと思ったら、その見てるんだなって思う自分を俯瞰する自分がいて、視線もっと他のとこやりなってやって、他の隅っこの方から見ていけばそこに情報絶対あるから。例えば飛行機が映ってます、先端だけが映ってます、じゃあ空はどうなってんのみたいな、地面どうなってますかとかで、そこに例えばこの地面には誰も、まあ、整備員も含めて人の姿が見えませんだって人その情報じゃない、うん、その他の飛行機の周りには全く何もあの物体がありませんっていうのも情報だし、先輩あのやめてもらっていいですか真面目真面目になっちゃって真面目になっちゃったけど、俺西岡と F1 で一緒だったんだけど、はい、俺がやってた頃ってフェラーリが本当に強くて、あのもうスタートって言って、スタートが一番盛り上がるんだけど、スタートって言ったから赤のフェラーリがワンツー体制になって2時間ぐらいずっとワンツー体制なわけ。どうするんですか。いやだからまあまあ辛いよね、うん、だからそこでまあ喋る体力がおのずと出てくるじゃない、うん、でじゃあ例えばスタジオ1分余りました、北朝鮮のことについてあと1分専門家とってカンペが出てもさ、もうそのフェラーリの2時間を考えれば、まあそこまで困らなくなってくるっていう意味よ。すごいです。でも今ね、その例えば目覚ましテレビで15秒余りましたとかって結構うわっって感じになるでしょ。わってなります。そうだから、それは多分こう感覚の違いというか番組の違いというか、あんまりそういう場面にはなってない。いや、ありますね。あるよね、発生物でね。なんか余った分に関してはありがとうございますって感じだけど、余ったんだったら喋らせてもらいますけどっていう空気感はあるけどね。でもさ、俯瞰は大事だよね。俯瞰、そう、俯瞰は大事。俯瞰は俺も大事だと思う。特に僕らの曲は何でもしてバレエでやるときは、なんかそういうニュアンスが結構大事かもね。そう、ありません。性格悪いから分かってんだ、それね。分かってないですよ。違う、俺もね、概して性格悪いやつとか活躍するんだって。ちょっと、性格…あ、だから俺あんまりそこまで出てないかな。いやいや、ほんとほんと。いや、皆さんニュアンスで感じてほしいんだけど、やっぱりね、性格悪くねえと。悪いっていう言い方ではないと思うけど。言い方ではない。でも、でもさ、いや、つまり、今この人こういうふうに言ったら、ムカつくだろうなとかっていうところまで、そのある種俯瞰で発想できるメンタリティを持っていく。だピュアすぎて、うわ西岡さんが教えてくれてるって、今の話をね、西岡さんがじゃあ空はって言ってる、あれでも西岡さんこの話はきっとオチがないのね、うん、って思えるか思えないか、その性格の悪さがあるかないか。そうするとなんかこうショーを作っていく。今日はほらみんなでね、だらだら喋る回だからね。ほんと性格悪いね。オチがないのね。ほんとに性格悪い方がね、男もんだもんね、これ性格悪い。いや、どうかな。え、違う？え、スポーツ実況は人がいい方がいいと思うけど。あ、そう。最後は優しさだと思うから、スポーツ実況は。まあそうね、でも、こいつ大したことないプレーしやがってって思ってるけど、でも待てよ。ここは懸命に頑張っている彼の姿を描写した方が、視聴者も感動するかも。解説ももっと喋ってくれるかも。じゃあ別に興味ねえけど素晴らしいプレーでしたねって言えるっていう悪さ。あ、でもね、これはすごく心理はついてて、うん、でもこれが通用するのはね、30代までなんですよ。え、40代以降になるとその人の字が出てきて、この人多分そこまで考えてこの褒めたなっていうのがね、なんとなくこっちも伝わってくる。あ、やだ。そう、あら、あらら。だからもうスポーツに関してはいくつになってもピュアに接しないと見透かされる。だってファンの人がみんなピュアだから。そうか、そう。以上が2問目。
答えですけれども、はい、なんかあの井上アナ4月にもいらっしゃってくださったと思うんですけど、その時全文店の方でこう自分で尺を管理しなきゃいけないのが初めてっておっしゃっていて、1年やってみていかがですか？いやまあ自分でっていうわけじゃないんですけど、今までこのあの目覚ましテレビアクアがあった時間の目覚ましテレビ全部見せて、エンタメコーナーカルベさんと長嶋さん2人でやっていて、長嶋さんはその時はやっぱりカルベさんがいたから、そこまで尺管理のことはすごくカルベさんがやっぱり先導してやってくださったんですけど、今回からエンタメの女性キャスターとこうテレコで毎日カルベさんがやるようになったので、私と例えば後輩の渡辺渚アナとなったんですよ。で確定に行っちゃって、私も確定今まで背負ったことなかったので、多分その4月は大変だったんだ。でフリートークは結構エンタメってあるじゃないですか。うわどうすればいいんだろう、もしこのだって渡辺渚ちゃんも初めてこの4月からエンタメキャスターになって慣れてないのに、って思って多分その時すごい悩んでたんですけど、今ね何も悩んでないです。あれ分かったでしょ、性格の悪さ、ね、性格の悪さ今すごい納得した。いやなんかだんだん多分全員慣れてきた。当時はそういうピュアな感じを出したらきっとモデルプレスさんが喜ぶ。違う、違います。この性格のタイトルになってね、この性格の悪さですよ。これがやっぱり、ね、キャリアを作っていきますから。大事だ。私もだんだんこの何秒間でだいたいこれくらいなんだっていうのと、多分お互いに分かってきてっていうのができてきたので、そこまでなんか最近悩まなくなりました。あら成長、成長してますね。まあ成長だろう、渡辺渚のな。私は私以上が第3番。短かった、私の。でもあの振り返る、この今年1年の新しい調整振り返って、あそういうことで来年のちょそういうくだりのほら使い勝手がいいところ、使い勝手がいいところお話を。そうですね、今年1年だからそういう意味でどうですか、西岡君。大きいのはやっぱコロナなんですよね。やっぱコロナの時に皆さんテレビに出てたじゃないですか。で私テレワークが多くなって、スポーツがなくなっちゃって、研修とか立ち上げたりするんだけども、なんかそのぐらいしかやることがなくて、っていう意味で言うと、なんか情報やらないって言われた時に多分コロナがあったから、あちょっとやってみようかなっていう気持ちになって、っていう意味では多分まあアナウンサーの24年間振り返ってもすごく大きな1年だったと思うし、まあ皆さんにとってはね、その俺は別にメインじゃないから、目覚ましテレビでもバイキングメインじゃないから、まあ、小さな一歩なんだけど、俺のアナウンサー人生って中で見ると、まあ、大きい一歩だったかなっていう気はするけどね。なんかだから羨ましいよ、もうこのキャリアでさ、なんか自分の新しい挑戦の、なんか24年目で新しい挑戦の情報になっている、羨ましいよ。井上だってこれからさ、本当に私でいいんですかって言いながらさ、きっと やるんだろうね。いやいやいや、日曜報道ザプライド。私でいいんですか、日曜報道ザプライド。井上はね、もう本当に年次的にはすごく下だけど、改めて今日話を聞いて、あこの子のこのこういう強さというか、ブレなさっていうのはすごくなんかこう見習いたいなと思いましたし、まあ伊藤さんは今日も相変わらずもういろんなことを笑いに包みながら、本当のことを言ったのか言わないかっていう感じありましたけど、時々あこれは本気で喋ってくれてるなっていうところがあったので、まあ、そういう意味では本当に伊藤さんからも今日は学ぶこともたくさんあったと思ってます。西岡さんはそのスポーツをしてきたから、情報番組とかいろんなスポーツに例えてたのも納得しましたし、伊藤さんが全部同じだって言ったのも納得しましたし、こうなんでしょう、大きくアナウンサーとしてっていうのを聞くことがなかなかこの2年くらいなかったので、あなんか改めてそういうところからすごく聞き応えのあるとか言って、私も話す立場だったんですけど、あの2人の話もたくさん吸収しました。久々に喋りましたよ、なんかあの同じアナウンス室のメンバーと、仲良さを育ててくれとか言われますけど、いやでもまあなんかそんななんかアドバイスして何もかもあのやったところで、結構現場仕事はそれだけじゃないですよっていうニュアンスがあるじゃないですか。分かりましたよ、やっぱりだって井上はもう全く求めてないもんアドバイス。あとはやっぱり西岡はやっぱりね、真面目だね、真面目なんですよ、真面目。もうちょっと言うとね、理屈っぽい、理屈っぽいなやつな、あ
いつは理屈っぽい、あいつは理屈っぽいね、言うんだけどさ、お疲れした。